11番のピーダーセン4です。じゃあ YCC に入団してみてどんな印象を持ちましたか？まずやっぱり大学と大きく違うのは一人一人の技術のところでやっぱりレベルが高かったので、大学の時はチーム全体で攻めてチーム全体で守るみたいなイメージが多かったんですけど、 YS は結構一人一人の役割がはっきりしてて、そこの大学との違いには最初戸惑いがありました。次にまあ1シーズン目臨んでみてどんな感想？1シーズン目は確かコロナが始まった年でシーズンが始まるのも遅れたんですけど、そこでそのタイミングで逆にチームのコンセプトとかを浸透できる時間があって、自分的には少し開幕がずれたことによってチームに馴染めることができたかなと思ってて、まあ、一応得点3点は取れたんですけど自分の中では全然満足できないなと感じた1年目でした。じゃあまず初ゴールは何戦で、どんなシーンだったの？初ゴールは8月の半ばぐらいの鳥取戦だったんですけど、当時いた阿炎さんと一緒に途中出場して絶対点取るぞみたいな2人で行って入って、後半残り5分くらいでクロスからヘディングで得点して、それで 0-1 の状態から 1-1 に追いついてっていうゴールでした。そのゴールで自分の中でやっとチームの助けになれたというか、チームの一員として貢献できたっていう思いが芽生えて、とても印象に残っているゴールです。初ゴール決めてその後に監督とかチームメイトの反応はどうでしたか？そうですね、やっぱり興奮しててあんまり鮮明には覚えてないんですけど、ベンチの方に駆け寄ったのは覚えてて、でみんなやっぱり試合終盤だったっていうのもありましたし、まあ、自分の初ゴールだったっていうのもあっていつも以上に喜んでくれて、で、まあ、監督ともハグしたっていうか抱擁して、キャプテンともハグしたっていうか抱擁して、その瞬間は、はい、覚えてますね。まあ、1シーズン目が終わって2シーズン目に迎えるにあたって、まあ、どんな気持ちで2シーズン目臨もうって思ってましたか？まあ、そうですね、やっぱりシーズン目の3得点というのが自分では満足できてなくしてなくて、特にヘディングでの得点しか決めれてなかったので、もっと得点パターンを増やしたいし、得点数自体もどんどん増やしてい、いかないとなっていう焦りを感じながら迎えた2年目でした。で、まあ、シーズン始まってみて順調な滑り出しでしたか？いや、お世辞にも順調と言える滑り出しではなかったんですけど、焦りがありつつも、まあ、焦りすぎず徐々に調子を上げていってたかなっていう2年目の前半戦だったんですけど、まあ、途中に膝の怪我してしまって、そうですね、それが結構自分の中ではサッカー人生の中で一番大きな怪我だったんで、とても2年目はそれが一番印象に残ってるかなっていう感じです。どんな試合でどんな怪我をしてしまったのか、ちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？怪我したのは公式戦じゃなくて練習試合だったんですけど、2年目の夏の中断期間明けの1試合目のジェフ千葉との練習試合で怪我してしまいました。怪我は左膝の前十字靭帯の損傷、断裂の怪我で、まあ、その時は全治8ヶ月もしくはまあ9ヶ月ぐらいと診断されました。怪我した時はどんな気持ちでしたか？まあ、やった瞬間はそこまで大きな怪我かどうかは分かんなかったんですけど、まあ、やった瞬間の感覚として小さな怪我ではないなっていうのは分かったんで、いや、このタイミングでこの怪我しちゃうかっていう、その怪我する前の2試合調子よくて2試合連続で点取れてたので、波に乗ってるっていう感覚が自分ではあったので、このタイミングはさらに悔しいなっていう思いでした。怪我して家族の反応とかは？そうですね、やっぱり一番家族が心配してくれて悔しがってくれて、まあ、母親とかは常にサポートしてくれて、そうですね、一番やっぱり家族が支えになったかなと思います。その怪我してこのリハビリ、この怪我を乗り越えるまでどんな思いで日々生活していましたか？やっぱり長くて、めちゃくちゃ長いけど、やっぱやれることは一日一日のリハビリのメニューを 100% やることしかできなくて、でもそれを 100% やったからといってすぐその結果が出るわけでもなくて、で膝の痛みはなかなか消えないまま時間が過ぎていって本当に苦しい時期だったんですけど、いやでもこの苦しい時期を 100% でやりきれたら自信につながるなって思いながら、復帰して 100% でサッカーできる状態になった時のことを想像しながら、そのために毎日頑張ろうっていう、結構まあ、必死にギリギリ戦いながら頑張ってる毎日でした。怪我を乗り越えて今どんな気持ちで
望んでて、どんな目標を今掲げていますか？そうですね、怪我したのは2年目で1年半以上前になるんですけど、復帰した後も膝の痛みが取れなくてなかなか苦しい時期が3年目続いてて、で今年4年目にやっとその膝の痛みもほぼほぼ取れて、ほぼ万全の状態でサッカーできているんですけど、やっぱその時のリハビリ中の苦しかった思いとかがあったからこそ、今痛みを感じずにサッカーできていること自体が本当に幸せなことで、感謝するべきことなんだなっていうのを身に染めて感じれているので、まず毎日 100% サッカーできていることに喜びを感じてサッカーしています。で今年の目標は、今チーム状況、チームの順位が低いこともあって、シーズン始まる前に掲げてた目標とかとは少し変わってきちゃうんですけど、まあ自分は今短期間ですけど離脱中なので、早くまた復帰してシーズン通して怪我なく、で自分の持ってる力を 100% 出し切る、そしてそれを 120% にするトレーニングを積み重ねてチームに最大限貢献するっていうのが今考えていることです。最後にサポーターに、 YSCC サポーターに向けてメッセージお願いします。まず、いつも熱い応援を、サポートありがとうございます。自分が怪我で出れなかった時とかも、インスタグラムとか SNS 通じてメッセージを送ってくださったりして、本当にそういう一つ一つのメッセージとかが支えになっていたので本当に感謝しています。でそういった方々のためにもやっぱ恩返しをしないといけないなと思っていて、でやっぱその恩返しっていうのは、ピッチの上に立って点を取ってチームを勝たせる存在になることだなと思っているので、まあ毎日今でも一生懸命頑張ってるんですけども、さらにそれ以上に頑張ってチームに貢献できるようになりたいなと思っていますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。